中年の親父が4人ぐらい集まって、ちょっと子どもたちのために遊び場作ってあげようっていうことで始まったのが、みんな共和国の始まりです。じゃあ俺らはこうやって遊び場やってるんで、子供たちにもね、聴かせてあげられるテーマソング作ってくんねえかって頼んだんですよ。それでみんなの歌っていうものができたんですけど、この活動を次の世代にきちっと渡していくっていう、それが自分の役目だと思って今やっているので。